はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。確定申告終わりましたでしょうか？僕は終わりました。はい、なんとか、終わらせまして、やっと時間が取れるということでカメラ、今立ててね撮影してるんですけども、いやなかなか大変だったね。皆さんも確定申告終われてるんじゃないでしょうか。まあ、まだね、期間は、3月の十何日までありますんでね、慌てずにゆっくり確実にやっていただければいいかなと思います。ということで、そんな確定申告が終わった僕はですね、少し時間ができましたので、雑談、カメラ雑談、撮影雑談ね、させていただこうかなと思います。今日何を話すかと言いますと、まあ、YouTuber は、まあ、外での撮影が厳しいっていうところをね、お話ししていこうかなと思います。まあ昨今、かっこよく昨今とか言っちゃってるけど、まあ、昨今ね、まあ、いろんなカメラ出てるじゃないですか。まあ、スマートフォンに始まり、まあ、小さなこういったね GoPro のようなものだったりとか、こういったねインスタ 360X3 のような、まあ360度カメラだったりとか、あとまあ、普段から僕は撮影で使ってるような、こういったね、一眼ミラーレスカメラ、一眼カメラと言われるもの、いろいろカメラあるんですけども、まあ、どのカメラであっても実は YouTuber としてやってる方、まあ、これは変な話、お金をいただいていてもいなくても、どちらも撮影がほとんどできないという世の中でございます。今日はそんなお話になります。まあ何が言いたいかと言いますと、まあ、やはり僕らもこうやってカメラ持って Vlog なりをねこう撮って YouTube にアップするんですけど、結構な施設において、まあ、YouTube にアップすること自体を営利目的として捉えられているところが結構あるんですよね。まあ、それはね、前々から僕も動画の方でお話はさせてもらってるんですけど、そのお金をもらってる人が営利目的であることはまあ間違いないかなと思うんですけど、まあ、最近だと YouTube ね、まあ、どの方にも広告がついちゃうんですよね。なのでお金をもらってるもらってないの判断が、まあ、登録者が1000人以上で、再生時間4000時間以上で収益化できますよっていうのは、まあ、あくまで YouTube をやられてる方だけの話でしか理解がされていないと。まあ、もちろんね当たり前だと思います、それは。なので、まあ、お店側とかね、施設側からすると、まあ、どのチャンネルを見たところで全てねお金もらってるじゃないかっていうふうに映っちゃうんですよね。なのでもうほとんど、まあ、YouTube にアップされるものっていうのは、まあ、営利目的として、まあ、認定されるというか、まあ、認知されているということですね。で、僕も以前動画にもしたんですけども、神社を取りね、行ったんですよ。国宝の対馬神社だったかなっていうところを取りに行ったんですけども、やはり、まあ、商用利用にあたるのでごめんなさいということで、まあ、撮影される場合は、まあ、使用料払っていただいてっていうふうで、一応取れなくはないんですけど、まあ、ダメですよというふうに、お話をお聞きしました。で、それ以外にもですね、実はディズニーランドも撮影がダメなんですよ。これは僕がもう本当ね、このチャンネルやる前に始まったことなんですけど、前のね、うちの子供たちのチャンネルの時に、ディズニーランドの撮影をねしたんですけども、まあ、それがねあってから、ちょっと経ってからね、 YouTube にアップするようなディズニーランドの撮影っていうのは、まあごめんなさいということになっております。なのでもう実は結構前からダメなんですよね。で、それが、まあ、YouTube でお金もらってないよっていう人は、まあ、出してたりはしたんですけども、その後やっぱり収益化してしまうと、その映像も収益化になってしまうので、今ではほとんど YouTube にアップされるものっていうのは全て営利目的とされてしまっています。で、ディズニーランドもダメ。じゃあユニバーサルはどうなのかと、ユニバどうなのか、ユニバも実はダメなんですよね。そう、ダメなんですよ。だから結構楽しい旅行みたいなのをね、こう行った時に、まあ、撮影して YouTube にアップしたいなっていう場合は、まあ、できない。なので、あくまで編集しても個人で楽しみましょうというふうになっているんですよね。なので、ちょっとそういう点ではね、まあ、YouTube をやってる身からするとすごく残念な気はしております。で、まあ、YouTube は外出ると
撮影するところがないんだよっていうのは、まあ、ディズニーランドしかりユニバしかり、そういったお寺神社なりもね、あるんですけど、まだ他にもありまして、実はイオンですね、はい、まあ、イオンモールっていろいろねあると思うんですけど、実はイオンモールの中もやっぱ撮影ができないということなんですよ。で、以前僕それ知らずに撮影してしまってね、このチャンネルだったかな、いや子供のチャンネルかな、うん、子供のチャンネルで、まあ、ちょっと 出してしまった時があったんですけども、その時はねやはり知ってる方は知ってるので、まあ、低評価がバッと入ったりとかね、いうこともありました。なので、まあ、イオンの中での撮影っていうのも基本的にはダメと。だから皆さんが、まあ、例えばスマートフォンで撮影したこうご飯食べてる映像っていうのも、まあ、YouTube にアップするっていうのは基本的には NG とされているみたいなんですね。まあ、そうなると一体何が撮れるんだろうかと。遊びに行った先とかね、もちろん何かこう撮らせてもらう時っていうのは撮影許可をいただいて撮るっていうのがまあ基本ではあるんですけども、まあやっぱり普通に歩いてて、まあ、映ってしまう場面っていうのもいろいろあると思うんですよね。あそこの施設は撮っちゃダメだけど、まあ、歩いてる時にこう入ってしまうみたいな、そういうこともあるんですけど、まあ、どこまでが許容されるのかっていうところが結構難しいところで、でそれをね、ここは良くてここはダメですよっていう境目が結構分かりにくかったりするので、まあ、基本的には撮るのはやめましょうというふうになっているんですよね。そうするとなかなか撮る場面がないわけですよ。もう本当にね広い公園で、まあ、誰もいないところ、何も映らないところで、まあ、被写体を、人だったりとか物だったりを狙って映すっていうことぐらいになっちゃうんですよね。だから Vlog っていうのも結構難しいというか、まあ、それこそ、僕もたまにね、旅動画、旅というか、まあ、出張の時に Vlog を撮ったりするんですけど、サービスエリアも撮影禁止なんですよ。そうで、今まで僕もまあそういった Vlog 撮ってきましたけども、基本的に、まあ、ここ最近の Vlog に関してはサービスエリアの中は映さないようにしております。過去にね撮ったものっていうのはもしかして映っちゃってるとこあったかなと思うんですけども、外観は基本的にこう車で入ってきてすでに見えてるとこなので、まあ致し方ないかなと思うんですけど、まあ中、建物の中っていうのはダメだということなんですよ。いや、どこを撮ったらいいんですかね。どこ撮ったらいいんですかね。なのでね、そういうところが非常に難しいというとこですね。まあ、やはり、まあ、個人利用に留めときなさいよっていうのが、まあ、一番安全ではあると思うので、まあ、スマートフォンで撮っても、まあ、YouTube にアップするってことはまあ控えましょうと。で、まあ、建物の中は個人撮影であっても撮影はやめましょうというのがあるので、結構このご時世、まあ、いろんなところでね撮影できるようになってるんですけど、こうスマートフォンにもカメラついてますし、小さなカメラもあるしあるんだけど、撮影できるとこ少なくなったよねっていうふうに、ちょっと思いました。なので今後気軽に Vlog っていうのもね、本当道歩いてるとことかで、まあ、撮るっていうのはまあいいかもしれないんですけども、まあ、やはり人が入ってきてしまったりもするので、まあ、人が入らないようにっていう配慮も必要だったりしますし、建物に入る時っていうのは、まあ、事前に確認をするか、ちゃんと撮影が OK になってるのかなってないのかの確認をね、するっていうのが必要かなと思います。まあ、大体そういったサービスエリアとか、まあ、受付がねないような場所っていうのは入り口のところに撮影禁止ですよっていう札が貼ってあったりするんですよ。なのでそういったところで、確認が必要になるかなと思います。これから、まあ、いろんなところで撮影したいなと思ってるんですけど、そういったところが撮影がやっぱ難しい世の中になってきたので、まあ、撮れるとこっていうのはもう海、山ぐらいかな。あと街中歩いてるところ、うん、もう大体こう景色が映ってるところ、まあ、確実にその被写体をピックアップして映してない場面っていうのは、まあ、いいのかもしれないんですけど、まあ、そういった部分もね、今後もしかしたらもっと厳しくなってくるであれば、僕たち、カメラを持って歩いてる YouTuber っていうのは一体何が撮れるんでしょうかと
いうお話をさせていただきました。ねえ、まあちょっと結論何か出るかっていうと特別こうはっきりしたもの出ないんですけども、やはり確認は必要というところはあります。ただまあ僕そういった Vlog で思い出を残してみんなに見てもらいたいっていう行為っていうのは基本的にこう YouTube に関しては営利目的になってしまうというふうになってしまっているので、今後ね皆さんもこう Vlog 撮られる方っていうのはちょっとその辺もね少し配慮しながら撮影の方楽しんでいただけたらいいのかなと思います。はい、ということで、本日は YouTuber は外で撮影するのとっても大変というお話をさせていただきました。この動画参考になりましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではみっちーでした。バイバイ。